どうもアガポニです。今回はリバーサイド駅からピカリーヒルズまでの攻略です。それでは早速いきましょう。スタートはリバーサイド駅に到着したところからいきます。この前段階の攻略は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。この場所は跳ね橋を上げるのが目的となるんですが、まずはここの駅員と会話をして入り口の鍵を手に入れます。そしたら奥に移動して、ここから駅の中に入っていくと、でまずは右に移動ですね。ここでロールモードになって隙間から奥に入りまして、ここにある青スイッチを叩いて起動させると階段が出てきます。この後は階段を利用して上に移動ですね。中に入ったらさらに階段を使って上に移動していきます。でここまで来ると4つの歯車が回っていまして、この足場を使って移動していく必要があります。スタートのタイミングは4つ歯車が一緒に回転した直後になります。ここですね。ピンクの足場まで飛んだら一旦緑に戻ります。でもう一回ピンクで青といった感じでジャンプします。ちょっとね、回転が早いのでスローの動きも乗せておこうと思います。で渡った後はロールモードで下の隙間を移動しまして、黄色の歯車に乗って位置調整をしつつ、奥の歯車の低い段差が来たタイミングで飛び移ると、さらに奥に移動して、この上下に動く壁の隙間を狙ってノコ太郎のフィールドアクションを使うと奥の鍵を回収できます。回収した後は来た道を戻っていくと、その上でここで鍵を使って右のエリアに移動ですね。この場所は右側に行くとターンしながら下る階段があるんですが、この階段の隙間にショートカットルートがあるので、ロールモードを使ってここに入っていきます。ここでバッジも一つ回収できますね。下に降りたら仲間をクラウダにしまして、でこの張り紙に向かってフィールドアクションを使っていくと、そうすると扉が出てくるのでここから移動していきます。この場所は下に降りる階段とロールモードで移動できる隙間、この2つのルートがあるんですが、正解はロールモードの方なので左側から移動していきます。その上でさらに道が分岐していて迷路のような状態になっているんですが、ここは左に行ってもコインしかないです。なので戻りまして、この分岐を右に移動します。その上でここがポイントなんですが、この穴の中に入って下に移動します。この穴に入れずに右側の奥に移動してしまうと、敵とジャンプ台がある場所まで移動して、最初の2つのルートのところからやり直しになってしまうので注意です。なのでここはね、ゆっくり転がるでもいいので穴に入れるようにするのがポイントとなってます。この後はさらに下に移動して、ここの分岐は左に移動します。あとは道なりに落ちていくだけですね。この後は扉から移動していくと、ここは上に鍵が見えますが一旦スルーして隣の部屋まで移動します。
ここまで来るとクリボーが3匹いるので、まずは倒していくと。そうすると数字の書かれたスイッチが出てくるので、回数分叩いていきます。叩き終わると左上のスイッチが赤くなるので、これも押していくと。出てきた階段を使って上に移動ですね。ここにある社員はノコ太郎のフィールドアクションで回収ができます。奥のエリアに入ると宝箱がありまして、ここでウルトラブーツを手に入れることができます。この後は早速ウルトラブーツの蛇腹ジャンプを使って上の鉄パイプに捕まります。使う場所は足元のグレーラインが目印になってますね。ここはペーパーモードで下に移動していきます。前の部屋に戻ってきたら、この段ボールの上に移動して、でチビヨッシーでジャンプします。その上でここでジャバラジャンプを使ってパイプ移動しまして、で鉄格子の中に入ったら鍵の真下でまたジャバラジャンプを使っていくと。落ちてきた鍵を回収したら、またパイプ経由で戻っていきます。この後はひたすら来た道を戻って駅の入り口まで移動ですね。ちなみにこの辺りにある張り紙は剥がしていくと消費系アイテムが手に入るので、必要に応じて剥がしていくといいかと思います。でここにある社員は回収ですね。入り口まで戻ってきたら、このエレベーターに乗るんですが、一旦左まで移動して、このバッジの下でジャバラジャンプを使うとバッジを回収することができます。この後はエレベーターを使って地下に降りていくと。下まで来るとモアモアがいるので、ハンマーやバレルの爆発なんかを利用して追い払っていきます。追い払うとスイッチが出てくるので、これを調べると階段とスイッチが出てきますと。でこのスイッチを叩くことで跳ね橋を下げることができるというわけですね。この後は列車内の自分の部屋まで戻ってベッドで休みます。朝になったら先頭車両の運転士のところまで移動しまして、で話しかけると会話イベントが発生して、列車がモワモワに襲われる状態になります。この後は最後尾の貨物車まで移動します。中に入るとここにもモワモワがいて、乗員が襲われているので、クラウダのフィールドアクションで飛ばしていくと。
助けた後は左側に移動して、ここでジャバラジャンプを使って鉄パイプ経由で外に移動します。そうすると外に大量のモアモアがいるので、ハンマーとバレル、あるいはクラウドのフィールドアクションを使って戦闘車両を目指していくと。ここまで来ると親玉が出てくるので、バトルスタートとなります。モアモアは最初3本の触手状態からスタートとなります。 HP は確か4か5だったので、強力な全体攻撃で攻めていくと1回で倒しきれるかと思います。おすすめとしては、2段階強化したバレルのすんごい爆発か、アイテムの雷ドッカンですね。で、触手を倒しきるとモアモア本体が出てくるので、こうなったらガツン殴りのような単体火力技で攻撃していくといった感じですね。バレルの次元爆弾も効果的になってます。で、ある程度ダメージを与えていくと、今度は触手がアーム型のような形態に変わります。この形態においては本体は出たままなんですが、攻撃力がぐっと上がってくるので注意です。普通に10ダメージ受けてしまうくらいの威力になってますね。ただ相変わらず触手の HP は低いので、雷ドッカンあたりを使って全体ダメージを狙っていけば、触手を倒しつつ本体にもダメージを入れることができます。触手がなくなったら、あとは本体を叩いていくだけになりますね。こんな感じで倒せるかと思います。ピカリヒルズに到着した後は神殿まで移動していきます。途中ここに星のかけらがあるので、取っておくといいですね。で、右のエリアの方に移動していくと、ここが神殿なんですが、中に入る前に一旦右奥まで移動します。そうするとここでシャインを回収することができますね。この後は神殿の入り口にある張り紙を読むと会話イベントが発生して、で、中に入れるようになります。入った後も会話イベントが続きまして、スターストーンを盗まれることになるんですが、結果これは偽物で、神殿内に隠された本物を探す必要が出てきます。まずはここからジャバルジャンプを使って右側にパイプ移動していくと、で、一旦手前に移動すると、ここでアイテムを回収することができますね。回収した後はまたジャバラジャンプとパイプ移動を使って上の方に移動していきます。ここまで来たら紙飛行機移動ですね。で、ここも手前にアイテムがあるので回収しておくと。この後奥に見えるスイッチまで移動するだけになります。
でスイッチを叩くと下に土管が出てくるので、ここに入っていくと、奥に出られるので、さらにこの扉に入っていきます。そうすると中にテレサが何匹かいるので、かわすか倒すかして、奥にあるスターストーンのところまで行けば回収することができます。できるんですが、一応補足として、一つ前のエリアと同じように、このエリアの上の方にも同じようにアイテムがあるので、これもね回収しておくといいかと思います。右側にはテレサの服、左側には社員、左奥にはエムブレム L というルイージの服と同じ色になれるバッジがあります。もろもろ回収した後はスターストーンを回収して、来た道を戻ればステージ6はクリアとなります。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。